地？野良族がこの地を守り、危険な機械を追い払っている。普段はな。下流の先で機械の目を探して狩りを教えてやる。危ない機械？機械は皆危険だ。奴らを甘く見てはならん。だが私が一緒だ。うん、アーロイ、機械が来るぞ。かがんで背の高い草に身を隠すんだ。いたぞ、かがむんだ。ちっちゃいの。アーロイ、待て。あの機械はウォッチャーというやつだ。この荒野で生き延びたかったら、やつらに絶対見つかってはならん。教えてやろう。私の言う通りやってみるんだ。動くな。じっと待つんだ。かがんだまま、あの背の高い草までついてこい。おっと、もう一匹。待つぞ。こっちに来い。ゆっくり動けば音を立てずに済む。それにかがんでいる方が静かだろう。待つんだ。今ので最後だ。進もう。よくやった。気づかれなかったな。離れるな。群れはこの先だ。あれは誰？無視するんだ。なんであそこに？ねえ、笑ってるよ。デブ、ほら戻っておいで。デブ、どこだ？無視しろ。いいか、彼は部族の人間だ。部族が嫌いなのかもよ。愚かなことだな。さてと、群れを探そう。来い。見ろ、あいつはストライダーだ。はあ、来い。逃げちゃったよ。やつらは人間に気づくとすぐに逃げてしまう。覚えておけ。だからこっそり近づくんだ。平気だ。谷の先で追いつくだろう。見てろ。じゃあ、お前の手のひらくらいの大きさの石を探せ。なんで？言う通りにしろ。石を集めたら使い方を教えよう。よし、いいぞ。それでいい。こっちだ。群れがいたぞ。よし、それじゃあ石を投げるぞ。でも石じゃ機械は倒せないんでしょ？ああ、だが気をそらせて罠に誘い込める。例えばあそこのウォッチャー、倒さなければ群れに警告されて近づく前に逃げられてしまうだろう。警告？どうやって？機械は意思疎通できるんだ。素早く仕留めないといけない。私が合図したら、この尾根から石を投げてウォッチャーを引きつけるんだ。合図を待つんだ。ハーロイ、こっちに石を投げろ。
もう安全だ。来い。獲物を解体して矢を作るぞ。獲物を解体するんだ。集中しろ。よし。それじゃあそこでヤガラの木の茎を集めるんだ。矢の軸に茎を使う。矢尻には鉄のシャードだ。よし、作り方さえ覚えておけば矢に困ることはない。その矢を使ってみるぞ。来い。いいか、草の中でかがんで音を消せ。いよいよ初めての獲物を仕留める時だ。ストライダーだ。機械にしては弱い方だ。だが弱い機械とはいえハンターを殺せる。絶対油断するなよ。獲物をよく見るか。表面が硬くても弱点は必ずどこかにある。例えば目だ。他はどこかな。教えてくれた装置が。あのおもちゃがか。嘘をつくんじゃない。さあストライダーを仕留めろ。目か入れ物を狙うんだ。突進してきたら転がって避けるんだ。もう一度。マーロイ気をつけろ。今日はよくやった。だがまだ先は長い。続きはまた明日やろう。今のは？あの子、義勇の小道を走ってる。ついてこい。急げ。